まあコンビニとかで買い物してて、うん、まあスーパーでも何でもいいんですけど、どこのお店でもいいんですけど、うん、まあ結構ゆっくり買い物してる時とかに、うん、まあ有線とか流れてるじゃないですか、大体お店で、うんうんうん、で、この曲だってこうなんとなく耳にこう聞いてて普通に選んでる時に、突然なんかオリジナルの店内の始まって消えるのめっちゃあると思う。なんかもうもうってサビ前とかで急に、うん、それではみたいな、聞いたことね DJ とかの急になんか喋、うん、り声あるあるある。でこれね、まあ買い物中も嫌ですけど、もっとその嫌なのがバイトしてて、うん、そういうとこでね、コンビニとかで、うん、でも大変だな、品出し大変だなっていう、なんかなんとなくせめてこう優先とかで気持ちを紛らわしたいのに、うん、そうだな、唯一の直前でなんか来るでしょ、うん、そう、未だにそうでしょ、うん、大体どこのコンビニとかでも突然オリジナルのランキング発表しだしたりとか、うん、なんか全然知らないやつらの掛け合いみたいなの始まるじゃないですか、うん、なんかサビ前で終わる時とかあるでしょ、あるあるある、これ聞きてんだよっていう、うん、でそれ終わったらもう違う曲、違う、そう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 、続きから始まるのかと思ったらその間進んでんだよ、うん、有線の方、まあ有線はねもう独自のあれですから、あれがもうね、あーってちょっとなる、なるなる、なんとなくうーんっていう気持ち、あーこの曲ねっていう、しかも知ってる曲だとなんとなく脳内でこう、そうそうそう、歌ったりね、歌ったり、口ずさんでる感じなのに急にプーッみたいな、急に始まってなんか、知らないやつの掛け合いに関してはちょっとあれわかるけどな、ファミマだろ、いやいやに限らずどこでもあるでしょ、ファミマ今だって吉本の人が、はい、やってんすよ放送、じゃあ知ってる人じゃないですか、まあ、別に、うん、それだったらいいよ、知ってる人なんだ、それはいいよ、じゃあ僕がやってるのは全然違うよ、あ違うやつ、お前無作為人傷つけんの知らねえぞ、誰かもらえても吉本の方は全然いいよ、その全然良くないけど別に、 おって思うけど曲聴きたかったのになっていう時あるよ、うん、ああそうか、まあそれあるでしょうけどね、うん、じゃなくもっと DJ なんとかですみたいなあるだろ、急にあるんですよ、あるあるある、ね、うん、誰だお前っていう本当に知らないやつとなんとかですみたいな女の人との、うん、あるある、どうなの冬はみたいな、超、うん、おすすめのあなんとかの三文芝居みたいな、ね、三文芝居始まって、うん、なんとかなんとかの今この1位のこの曲ですみたいな言って、それもちょっとしか流れねえし、うん、せめてそれ聞かせてくれよって、じゃあ なんか冬といえばこれみたいなので、うん、冬が始まるよ槙原紀之とか言って、ああこれちょっと聞くかと思っても、なんかサビがちょっと流れるぐらいで、うん、いいですよねとか変な謎の掛け合い、うん、いやもっと聞かせや、どうでもいいよお前らの喋りの部分っていう、うん、店のね宣伝でもねえし、なんだこれってまず誰なんだよっていう、うん、もうあれ嫌なんだよな、だからコンビニ的なとこでバイトしてる時にもう毎回サビ前とかでそういうのが入ってきて、うん、まあそれ多分有線じゃなくてそのなんかとこのチャンネルなのか分かんないですけどね、だそうなんでしょうけどね、うん、もうなんかストレスだよな、普通に有線流してくれるのが一番いいんですけどね、うん、ずっとね、うん、この1曲終わって1曲終わって1曲、ね、そうそうそう、でせめて1曲ちゃんと終わってからその合間にちょっと喋るとか、うん、なんか宣伝するないですけど、絶対途中になんかカットインしてくるでしょ、うん、みたいなのがなんか急に、あれはだから時間で決まってるんでしょうね、有線はだってもうそのお店が別にやっとるわけじゃない、有線がやっとるやつやけどな、まあね、それはそうですからね、それを流してくれりゃいいんですけどね、まあだから噛み合わないんでしょうねそこはねそれが嫌だよな、勝手に進んでもう、うん、その掛け合いみたいなの始まって、あ掛け合い始まったと思って一応待つじゃないですか、うん、って言ったらもう完全に一番聞きたかったとこ終わって、なんかはぁーみたいなとこだけになってたりしますからね、うん、そうそうそう、あれあるあるある、いやですよね、うん、いつまであんだか、ファミマとかね、その吉本の人とかとコラボするのは、まあ、まだ分かりますけど、うん、謎の DJ とかを採用してるのあれ何なんだろうな、マジで誰のどういう気持ちであれやってんのかも分かんないし、まあじゃけん声優さんとかやから、そのいやだから誰の判断であれをこうこれいいぞみたいになったんだよ、大手のあんなコンビニが、うん、よしこいつにやってもらうかみたいな、なんとかチョイスミュージックみたいな、お前のチョイスいいよみたいなあるでしょ、なんかあるあるある、なんだそれっていう、あるな、あれ腹立つわ、普通にシンプルに流してくコンビニなんてね、まあ特にそんなね長居するわけでもないからね、でもやっぱ身近なもんじゃけんな、よう行くき、そう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 、行くきなんで急にんな土佐弁みたいなのに、よう行くきになんで急に坂本龍馬的な感じになったんだよ、日本の夜明けぜよ、関係ねえんだよ、もういいよ坂本龍馬に言わなくてせめてもうちょいコンビニにかけてくれだとしてもなあなあじゃねえよ、もうなんで自分のできなさに対して同意してんだよ、そんなにもっとコンビニかけてくれりゃええのにな、だからお前のことだよそこはお前のミス愚痴とか関係なくお前のミスなんだから、この共感を求めてくんなこっちに、やれよちゃんと、じゃあそう思うならやってくれよ、ただただ坂本龍馬のセリフを言っただけですからね、コンビニにかけてくれりゃよかったのに、それだってなんかお前なあじゃねえんだよ共通の敵みたいに言うなお前に対して言ってんだよこっちは、なんでまあこれはまあ皆さんの生活でもあるでしょうからね、うん、
なんとなく流してほしいよな本当に。おおこれ聞きたかったってなんないし、おそらくあの謎の DJ の家族とかぐらいでしょそんな喜ぶのね。ねえほんまそうや、誰も喜んでないでしょだって、うん、もうやまあだから100歩譲って宣伝あるじゃないですか、そのコンビニの商品の、うんうん、それはまあ紹介したいなと思って、しょうがないよ謎のなんすか優先の中に謎のランキング紹介するやつが入り込んでるのが一番わけわかんない。あるあるある、リクエスト来ましたって、いや優先もそうだよっていう、そのなんか、うん、そっち流しといてくれて、優先がそれじゃけ、優先がそれだろっていうね、うん、なんかリクエストで急にメール読むやつあるから、いつ来たんだよあのメール、誰がどこに送ったメールなと思うよ、あるよな、うん、あるある、どっからあれやってんだよ、初期のブチラジかよそんなの捏造メール、ね、偽物のメール紹介しやがって、だってないだろあんなのどこに、でもなんかあるよな、 あるあるある、そうですねみたいなで DJ みたいなやつが言って、うん、始まる、ある曲かけるやつ、こういう思い出みんなもありますよね、それでは聴いてくださいみたいなのを、うん、なんかねやる感じ、あれいらない、どこに送ってやんや、わかんないですね、読まれるもんあそこで確かにね、もし送って読まれるならめっちゃいいですけどね、うん、コンビニで読まれるなんてすごいことですよね、いやね、だねんだよそんな送り先が、わかんないですけどね、うん、詳しく調べりゃそのコンビニホームページ、まあそれはあるんだろうけど、ないですけどね、密着はしてないですよね、うん、あんまりいらないんじゃないかなって、ちょっとこう脳内で口ずさんでる時にストレスになるんでね、うん、まして90年代とかのなんか J-POP 流れたらテンション上がるが、テンション上がるんで、それでうわこれだとかなってる時に、うん、どんな時もとか例えば流れたとしてね、あーええな、サビで聞いてじゃ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 プクッってなる、あのサビ前で終わる感じ一番ムカムカしますからね、さあメール届いてますよ今日もって、なんでだよってなんで届いたって、いつ誰がどこに出したんだよな、ちょっとこれはまあ皆さんも多分あると思うんでね、あこれもなんか偉い人が決めてるなら直してほしいですね。平日毎日愚痴を更新しています、ウエストランド井口の愚痴ラジー。